おはようございます。とりあえずね、到着いたしました。アクアパッドさん、やっぱり新幹線で今回来たんですけど、早いっすね、新幹線使うとね。とりあえず行ってみたいと思います。はい、ということで、なんとですね、今回またアクアパッドさんに来てしまいました。シェフ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、本当にね、YouTube 見て来てくれてる人すごく多いんですよ。まあ、今大変な時期なんですけども、このチャンネルを見てらっしゃる方に助かってるようなもので、で、共通して言えるのはまず料理が好き。あの、皆さんの求めてるものはやっぱり簡単で作りやすくて美味しそうっていう、まあ、基本的なところですよね。そうですね、うん、なんかシェフのそういった思い出話なんかもこう聞けると嬉しいと思うんですけど、はい、はい、じゃあそれも含めていきましょう。あ、よろしくお願いします。あ、それともう一つ、あの、よく聞かれるのが、日高シェフ、お金もらってるんですか？あ、そうなんですね、うん、もらってません。もらってません。で、うちはね、こうやって見て来てくれる人がもう本当がそれでもう十分なんです。で、私が出ることによってロピアさん あの登録者数が増える、まあ、お互いそのウィンウィンですか、はい、あ、そうですね、見ましたよ、あの、はい、ウィンウィンの回も。ともかく楽しんでやってるっていうことと、新しいお客様とのつながりができてるっていうのが、このロピアさんのチャンネルに出る私の意味だと思ってます。で、YouTube 見てきた人、最初に言ってください。あの、なるべくあのお席の方に行ってご挨拶しますので、 YouTube 見た、予約の時でもいいです。 YouTube 見てきましたよっていうのを言ってください。まあ、一回面白いことやりましてね、今回の打ち合わせをメッセンジャーでロピアさんとやってる時に、まあ、ロピアさんも手が空いてるなっていうのを知ってて、で、その時お客さんが3組残ってらっしゃったんですね。で、3組が全員 YouTube 見てきた人、パッとひらめいて、ロピアさんと話しますかって一応聞いて、で、フェイスタイム送ったじゃないですか。ああ、いえいえ、ね、はい、すごいライブ感ですよね。あ、楽しかったですよ、うん、はい、お客さんすごく喜んでいただいたんですよ。画面にロピアさん、生ロピアさんがこう会話できるじゃないですか。こういうこともありえますので、必ず YouTube を見てきたっていうふうに言ってください。その時いた人見てますかね。お世話になりました、その説は。じゃ、今回はまた、品数でいうと6本分っていう感じですね、うん、そうですね。なんでまた日高祭り開催ということで、皆様お楽しみに。あと、そのレシピの6本以外にもちょっとあの対談というか質問コーナー募集しましたので、まあ、その質問にシェフにお答えいただくっていう動画と、ランチ中ですね、ランチ中の厨房の映像も撮っていいよということだったので、そちらも届きますので、なんと今回8日間連続ということで。そうなるんですか。そうなります。はい、では皆さん8日間よろしくお願いいたします。お願いします。シェフもお願いいたします。はい、お願いいたします。最初に、今日はの南イタリア風の簡単にできるトマトソースを作ります。ダイス缶ですね、ダイス缶とチェリートマトで、ニンニク、玉ねぎ、これはね、絶対入れなきゃいけないってこともないです。トマトとオリーブオイルで、お好みでちょっとバジルがあったらいいかなっていうところですね。じゃあまずニンニクを、剥いていきますけども、これが前もそうなんですけど、ロピアさんみたいにかっこよく剥けないのね、なんか 音入れて恐縮です。あと玉ねぎ、玉ねぎの皮もあのブイヨン取る時の出汁に入れるとすごくあの栄養素がありますので、はい、あの本当は捨てない方がいいですね、皮をね。ニンニクはこのの部分を取って、これ新ニンニクですので、このまま潰してですね、作っちゃいます。みじん切りにします。はい、はい、玉ねぎ入れるもの、はい、浜田、はい、今回のアシスタントは浜田です。よろしくお願いします、はい、実は彼も YouTube に出てます。日高で辿ってってもらったら彼の顔が出ますので、ちょっと顔出しなさい。はい、はい、よろしくお願いします。もう1万視聴者超えてますからね、 YouTube 上で。あ、すごいですね。そうです、はい、すごい見られてますね。彼の修行風景が出ますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。玉ねぎは少しだけみじん切りにします。はい、
今日はあんまり野菜はこれそんなに使わない感じです。こんなこれぐらいでいいですね。だいたい2人前に対してもうこのニンニクと玉ねぎこんなもんでいいです。結構思ったより少ないイメージですね。うん、だから玉ねぎニンニク極端に入れなくてもいい。あで南イタリア風って言ったんですけども、まあ、何が違うかっていうのをちょっとお見せしようかと思いますね。はい、じゃあフライパンにですね、はい、こちらいきます。まずまだ火はついてません。オリーブオイルを2人前です。そこにニンニク、ニンニクを少々入れてこれで火をつけます。でこれをかけてる間に今日はチェリートマトを使いますけども、普通のトマトを使っていただいてもいいです。はい、チェリートマトを使うとちょっと 南イタリアっぽい感じがするので、映画とかテレビで南イタリアの風景を映ってるとトマトをつるごと軒先に干してますよね。はい、そうですね。あれ見るとなんか南だなって感じがして、ソースの仕上げに最後に入れますね。はい、でこれ横半分に切ったんですよ。ああそうですね。そうトマトもう一個ある、はい、これなんで横半分に切ったかというと、はい、まあ、縦半分に切るとこう全然違うでしょ表情が。ああそうですね。でアクアパッツァに使うトマトも横半分に切ってるのは乾燥した時に割と均一にこう乾くっていうのがあるんですよ。なるほど。でこちらだと乾きにくいっていう特性に関して、はい、これポイントですね、はい、切り方、まあ、そうですね。はい、はい、じゃあもう一度鍋の方見ましょう。はい、はい、こうやってこの泡が、はい、ニンニクに入ってる水分です。で加熱することによって水分が出ていって香りが今移ってきてるんですね。はい、で今オリーブオイルにニンニクのいい香りが、うん、だから焦がしちゃ絶対ダメなんです、うん、でニンニクがほんのりと色づいてきたら玉ねぎを入れます。はい、で玉ねぎを入れたらさっと炒める。もうこれはもう軽くでいいですね。ねえ、ヘラがロケ屋さんのヘラ、はい、あれ欲しい言うの忘れたあれなんかすごいコメントが入ってますよね。そうですね、使いやすかったですね。あ、本当ですか。じゃあお送りいたします。ありがとうございます、玉ねぎがこんな感じでもう甘みがさっと出てくればいいです。はい、いいですか。でこれで南イタリア風は何が違うことオイルは多いでしょう。はい、トマト、まあ、2人分だったら適当なんですけど、はい、これぐらいかな。例えばちょっと残す、まあ、これはもう好みの量でいいですね。はい、でも結構2人分だと多いですね。でトマトを入れたら火を強火にします。トマトを炒めるんじゃなくてフリットする、オリーブオイルでトマトを揚げるっていう言い方をするんですね。はい、ほらオイルが多い。じゃあパスタ入れようか。ほらね、はい、浜田くんが、はい、パスタを入れます。今日ね 7分ちょっとボイルなんですけど1分ちょっと1分半早めに、はい、YouTube 見てきた人がキッチンの中覗いて、はい、あ、YouTube 出てる人がいるっていうまあこれ同業の男の子でしたけどもうすぐバレちゃいました強火で、4、5分も煮ればもう十分甘みが出てくる。だから玉ねぎとかニンニクが少なくてもトマトを油でフライにすることによって甘みが出るんですね。フリットするっていう考え方多分しない方多いと思うんですね。うん、そうですね。なるほど、そこで甘みを出すんですね。そうです。で簡単なんですけども、はい、問題点がありまして、はい、周りがね、ああ確かにそうですね。お掃除する前に作るとか、あそうですね、そういう時に、はい、作られたらいいかなと思います。もうこれでいいです。もう艶が変わってきてもうこれで OK。 はい、それで一回火を弱めてここにフレッシュトマトを入れます。でフレッシュトマトはもうほんとさっと火を通すだけ、あんまり煮込まない。煮込んで火を入れすぎるとせっかく持ってる美味しいトマトの酸味、はい、トマトってやっぱ甘みと酸味のバランスが大事なのね、やっぱりね。
で塩、ここで塩入れます。はい、塩入れますけども、パスタ茹でるときはうちはあの 1% なんですけども、はい、シェフによってはもう 1.5%、2%、2.5%、はい、いろんなシェフがいらっしゃいます。はい、でそんだけパーセンテージ違ったら大変だろうってことなんですけども、うん、その後の仕上げ方によってですね、茹で塩の加減というのが変わってくるんですね。で、あの有名な落合シェフ、はい、落合シェフは大体 2.5%、すごいポイントですね。うん、あのアルケチアの奥田シェフも 2.5% ぐらい入れるんですよ。で、落合シェフはもう味を決めてそこでもう仕上げちゃうから、ゆで汁あんま加えない。奥田シェフは 2.5% 茹でて、今度一回普通のお湯で洗うんだ。で洗ってから入れるという、みんな考え方が違うんですよ。ですから一概にあの何パーセントっていうのはまあ、ある部分は当てにしないで、まあ、ちょっと塩辛い塩分で、やっていただいたらいいかと思います。はい、でこれ必ずね、はい、鍋は熱くしておかなきゃいけないね。冷めたソースの中に入れちゃダメですね。はい、でこれはもう本当は少し南イタリアっていうのは麺も固めに食べるんですよ。だからもうさっと和える程度でいいです。はい、オリーブオイルを少しまた入れます。オリーブオイルとちょっとバジル入れましょうかね。はい、バジルもちぎって入れた方が香りが出ますね。これ入れて混ぜて、これで OK です。はい、出来上がりです。はい、南イタリア風のトマトソースの完成です。おいしそう。いただきます。いただきます。香りがね、すごい。いただきます。いただきます。めちゃめちゃおいしい。おいしいのは分かったんです。おいしいのは分かったんですけど、トマトソース系のパスタを作る場合は玉ねぎを結構多めに入れることが多くて、で甘みとかどうなのかなってちょっと僕もすごい楽しみだったんですけど、すごい甘みもあって、あの爽やかさもあって、すごく美味しいです。でオイルあれだけたっぷり入れたのが全然なんか、なんですか、うわオイル強いなっていう印象がないですね。全部同じこと言われた。麺の硬さどうですか。麺の硬さもすごく歯ごたえが残っていて、うん、少しね、やっぱり固めの方がその南イタリアっぽい、はい、でロペさんがおっしゃったように玉ねぎとか香味野菜を多く入れるのは北イタリアの方ですよね。ああ、なるほどなるほど。南は本当は今日玉ねぎ入れましたけど、玉ねぎも入れる必要もないし、ニンニクちょっとだけでもいい、もしくはもう玉ねぎ、ニンニクなしでオリーブオイル多めでトマトをかけてくらいですね。へえ。でやっぱりあの強火で、あそこがポイントなんですね。そうですね、はい、すごいシンプルな工程で同じようなパスタ作られた方多いと思うんですけれども、多分全然違う。とても美味しいです。美味しい街だったちょっと宣伝です。このトマトソース、日高のトマトソース、近々冷凍商品として、オンラインで販売をします。あ、そうなんですね、はい、すごい。今のところラインナップはですね、アクアパッツ、これはマダイの、マダイですよ、マダイマダイですよ、マダイの切り身のアクアパッツァ、これも冷凍です。そしてこのトマトソース、あとは和牛肉のボロネーゼソース。美味しそう。和牛肉です。そしてあと、うちあのオーガニックレストランに賞を取ったんですね。有機野菜を使ってるということで、ジャスの企画も取りましたし、そういうオーガニック野菜を使った、たくさん10種類以上のオーガニック野菜を使ったミネストローネ、この4アイテムをオンラインで冷凍で販売しますので、ぜひあの探していただいて、はい、お願いいたします、はい、興味あるようでしたらご注文ください。あ、お願いいたします。それはホームページから行ける、その予定で今作ってます。そうなんですね、今日ね動画見て作っていただいて、で答え合わせの意味でもいいかもしれないですね、実際自分で作ったものとシェフのソースを両方食べ比べとか面白いと思います。ということで、明日も引き続き、明日は何でしょうか。
明日は、まあ、リゾットなんですけども、まあ、これから暑くなるにしたがってさっぱりとして食べたいという。あの普段あのイメージされているリゾットとはちょっと違うタイプのリゾットです。なんか楽しみ、はい、2品作ります。2品です。よろしくお願いします。はい、じゃあシェフ明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお手本お願いします。お手本、はい。豆ご飯って食べたことある日本で？ないです。北海道食べない？全然食べたことない。いや、食べると思うんだけど。まあ、本当イタリアの豆ご飯ですね。